自民党派閥のパーティーをめぐる政治資金事件について参議院でも政治倫理審査会が開かれ現在、安倍派の参議院側の幹部だった世耕前参院幹事長がキックバックの経緯などについて説明しています国会会記者会館からら篠原官邸キャップに伝えてもらいます。 はい世耕氏は成林市の中で安倍派のパーティー権のノルマを超えた分のキックバックは少なくとも十数年前から始まっていたとの認識を示しましたいつ始まったかこれ本当にわ、えー、かりませんあの何年前と言えればいいんですけれどもまあ少なくとも、えー、十数年前には始まっていたというふうに、えー、思います 世耕氏は当時、自らは安倍派の参議院側の代表であり会計などの安倍派全体の運営には関与していなかったと主張しました世耕氏をめぐっては2022年4月に安倍元総理が一旦キックバックの中止を提案した会合や安倍元総理の死去後の8月にキックバックの復活を議論した会合の双方に出席したとされています。 しかし世耕氏は私が出席している場でキックバックが決まったり私が了承したことは一切ない安倍さんの残した中止の指示だから守るべきだと明確に主張したとしてキックバック復活決定への関与を強く否定しましたまた参院選の年に選挙を迎える参院議員に安倍派が全額キックバックしていた件についてはいつからあったのか誰が決めたのかもわからないと述べて自身の関与も否定しました 午後の西田正司議員や橋本聖子議員の成林審で新たな事実が出るかに注目が集まっています。